ね、これってもう大丈夫だと思う。大丈夫。ありがとう。ありがとう。ゲタリストの方はわがらのチャンネルの、あのチャンネル、わがらのチャンネル、ゲタリストとしてじゃなくて、最後の方です。エビ、じゃあ行きます。エビ、エビ、これってさ、どうやって食べるの？やかない、やかない、やめろ。あ、いや、かこが、エビ焼くの？これって、うん、ちょっと衝撃。会話が止まってしまうのが、その他に何かあります。菅ちゃん、菅ちゃん、俺が燃える。いい加減にせえ。なんかよっちゃんこれやってほしいっていうのあります？辛い楽器はできないんです。私ですか？私一応ピアノ習ってたんですけど、でももう全然、すいません、はい、もう弾けない。あ、はい、帰るまで一番大事なことになってでしょ。食ってみる、すいません。レアだって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 。レアこれ何？ネギ単品なの。あ、すがちゃん言われそうだな。ネギ、肉に乗せて食べると多分美味しいと思う。ダメ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 。あ、でも辛味薬鳥皿がないのか。あ、でもそんな辛い、そんな辛い。ミノリー辛い、鳥皿3つもらえますか？確かに、確かに。大丈夫、大丈夫。何や、何や、リュウさんが謝るんじゃない、俺が謝るんだよ。言うな、言うな、言うな。あれで聞きたいだけ、この間のラーメンって。先生、なんか楽器より踊りの方が、あれも結構ピンとくる。踊ってる時が生き生きしている。多分ね、楽器だし、本当。あ、でもトランペットはね、一時期吹いてたよ。吹いてたことがある。何で？確かに酒飲んでるとうまいんだよ。小学校の時マーチング。はい、すいません、トリザルでいい。ありがとうございます。はい、よいしょ。眠って、ありがとう。なんか普通に、なんだろう、もう覚えてないけど、でもなんか、見た。え、いけないと思う。だって小学校だったらさ、音楽の授業でちょろっとやっただけで。授業であった。授業でトランペット吹くの。それは辛いじゃなくて。でもさ、トランペットさ、吹けるのすごいかっこいいなと思って。マジ、おかしじゃねえよ。かっこいいよね。だってあれってさ、音出すのにめっちゃ大変じゃん。音出すのが大変。サックスは音出すのは楽なんですけど、結構やばい。トランペットとかドラムとか楽器は音鳴らすまでが、ちゃんと鳴るまでが大変なんですよ。そうそう、だからさ、自分の手でさ、練習するよね、こうやってブブブブ。マッチだけで。そう。このエビよくわかんない。なんかこのエビ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 。まだ牛タンも、牛タン焼いたよ。はい、
え、でもあれですよね、あの小柄のお家のだいぶ環境良くなったじゃないですか。全然もう体調自体が違う、うん、本当よかったね。そんな違う、うちのアパートの社迷惑住人が良かった。そんなの今まで普通キッチンと6畳間があって、そこに扉がついてるんですけれども、だからキッチンでご飯とか食べて、でもなんかやっぱ3畳間で焼肉焼肉6畳まで食べてて、行こうよ、行っちゃうだから行けないよ、音を出してしまったりとか、物を落とすとか、やめろ、これはやめろ、ボンって物投げつけて、そういうのとか来たりするんで、それちょっとまず止まって、床に落とした、ここでも1軒もあるからちょっとまず3回も物投げつける音とか来てくるんで、カラオケなの、ほんとそんなに言うんだ。カンマッチさ、ツイッターなしでじゃん、全部俺見れた。アパートの方から迷惑するように、元の家で出たもう、出た話があるけどさ、久々に元カノに会って、子供があって、ほら、俺が声聞きたいなって言ってさ、そういうタイミングで電話して、壁叩いたりとか、物を見つけると、そしたら、あれ、何、どうしたの、今日暇って言われて、いやまだ秋葉行くわって、じゃあ駅で待ってる、地元で駅まで行かないで、やっと契約をこの下の住人と一緒にということで、地元の駅だって、そうだよね、これも、で、これ塩辛味と、あ、いい、塩辛味、10分で、ああやべえ、いいか、これで10分で帰れるから、30分で帰ってみる、でももうね、一つ大きな障害がいなくなったから、でチャンネルも100人超えたから、もうもっと伸びるでしょう。1000人目指してるんです。あのこれ見てる方、登録してなかったら、今回のボタンを押したと思います。